5分でわかる水彩画。今日はこちらの絵を描きますよ。よろしければね、評価とチャンネル登録をお願いします。このね、マスキングインクのボトルと、そしてちょっと大きめのね、水彩絵の具のチューブを描きます。さあ、それでは形を描きましょうね。まず配置ですね。こんなね、縦と斜めの感じです。そしてまず今日もう最初のポイントですね。円筒形です。ね、ほらぐるぐるぐるとこんな感じで楕円描きます。ね、こちらも楕円ですね。でもこの楕円はね、これ練習するとね、必ず上手くなりますからね。ぐるぐるぐるっと思い切りよく鉛筆で練習してくださいね。はい、円筒形は描けましたよ。では塗っていきます。今日はね、このチューブもね、それからマスキングインクのボトルも、基本的にね、すごく白っぽいもんなんですね。だから、日向の方なんか本当に薄い暖かい色をちょっと塗っただけですね。日陰の方は今こう塗ってるでしょ、ここです。このくらいの、少しブルーっぽい色にしたらいいですね。ほら、こんな雰囲気です。そしてね、もう早くも今日ね、二つ目のポイントが出てきました。この白いね、容器を表現するために、今マスキングインクの部分を塗ってるんですけども、実際よりも少し色をね、強めに塗ります。そうすると、ほら、今このね、白いラベルの部分がはっきり見えるんですね。ね、ここがね、今日二つ目のポイントになります。だから白い容器の感じを表すためには、それと対比的な、ほらほら、ここですよ、ね、マスキングインク、実際よりも少し、濃いめの色で、濃いめのちょっとねブルーっぽい色なんですけども、それで塗ります。そうするとすんごくね、白さが際立つんですね。どうですかね、こんな感じです。ほら、これなんかグッと暗くすると余計いいでしょ？ね。この水彩のこのチューブも同じです。ここもね、赤いところグッと赤く塗っちゃいましょう。なかなかね、こう、白いところが多いとね、強い色を塗ることが怖いんですけども、でも、これもね、練習だと思って、白さを際立てるためにね、反対に、ね、強い色。塗るという練習ですね。ね、いいでしょ。とってもこう、何かすっきり しますよね。ね、色のコントラスト。白さを表すためには、白くない部分をしっかり強く、ね、色で表現するということになります。ちょっとこれ、ね、タッチ活かしてますよ。ね、ほら、どうですか？白いラベルがはっきり見えてきたでしょ？ね、じゃあ少し細かいところを微調整してから床を塗りましょうね。これも、ね、このチューブの白さを引き立たせるようにね、役立ちますね。こんな感じです。で、ちょっとね、影を描きます。ね、こんな感じです。にじみで描くといいですね。まあ、床に置いた感じになりました。さあ、どうかな？
ゃちょっとね、いらない線を消してみますね。うん。よしよし。じゃあ文字を書くね。これなんかバーコードみたいなもんとかね、なんかあるんですね。ちょっとこれを書くといいですね。ただあんまり詳しくね、しないで、ただまあ模様だと思って少し書いてみましょう。さあどうでしょうか。ね、そしてちょっとこう形を決めるところですね。シュッシュッと少しだけです。はい、出来上がりですよ。はい、書き上がりましたよ。今回はね、5分でわかる水彩画のシリーズの中からこのね、ね、絵の具のチューブとこのマスキングの瓶をね、描いてみました。ね、2つほどポイントがありましたね。で、その一つ目は、これを、この円筒形ですね。これがこう見えたり、こう見えたり、その基本的な形を意識する。どういうこと？そして二つ目は、ね、白いもの、そして色のはっきりしたところ。このコントラストを強くつけてみる。ということでした。でも最初からうまく描けなくていいんですね。そういうことだなっていうポイントを頭にまず置いておくということは大切です。柴崎はね、自分の生徒さんにもう失敗しても大丈夫。ね、失敗してもそれも水彩画の楽しさの一部なんだからね。だんだんそうやってポイントを頭に置きながらやってると少しずつ上手くなります。というふうにお話してます。ところで、柴崎はチャンネルメンバーシップを開設しています、メンバーになっていただくと、例えばですね、絵はねこういう描き方のね、ちょっとしたこう秘密がありますよというね、こっそりとしたね、耳打ち話とかですね、それから、メンバー限定のライブ配信、もちろんその他に楽しいね特典がたくさん用意されています。ぜひあなたもご入会いかがですか、ね、柴崎も心から待ちてます。ということで今回は5分でわかる水彩画シリーズの中からこれとこれね書いてみました。最後までね見てくれて本当にありがとう。また私と一緒にね水彩画を楽しみましょうね。それではまた。